何か手伝ってくれるのか。二人とも頼んだぞ。ま、力を合わせりゃなんとかなるだろう。仕事ならこなすさ、きっちりとな。作業は皆で分担し、何か手伝ってくれるのか。二人とも頼んだぞ。私がいれば何も問題はないさ。お力になれるか分かりませんが。作業は皆で分担し、何か手伝ってくれるのか。二人とも頼んだぞ。精一杯やりますよ。ハピにできることならいいけど。作業は皆で分担し、何か手伝ってくれるのか。二人とも頼んだぞ。やっぱりメルもやらなくちゃダメかな。見ていなさい、私の実力を。作業は皆で分担し、何か手伝ってくれるのか。二人とも頼んだぞ。一緒に頑張りましょうね。あまり期待はしないでほしいわね。作業は皆で分担し、何か手伝ってくれるのか。二人とも頼んだぞ。やれるだけのことはやるよ。わかりました。付き合えばいいんでしょ。作業は皆で分担しないとね。空腹は一番の敵です。うまい、大成功だ。誰に出しても喜んでもらえそうだな。
いつ私の思考を調べたので、ありがたく食べさせてもらいましょう。これ食べていいの？やった、大好き。お腹が減ったらまた空腹は一番の敵です。うん、うまい。大成功だ。誰に出しても喜んでもらえそうだな。うめえぞ。やっぱこれだよな。おで、おめえと友達でよかったぞ。これには目がないんだ。感謝する。お腹が減ったらまた空腹は一番の敵です。うまい。大成功だ。誰に出しても喜んでもらえそうだな。わざわざ俺の好物を振る舞ってくれるとは嬉しいね。これ多分好きだったような、あんまり自信はないのだけれど。お腹が減ったらまた来てください。空腹は一番の敵です。うまい。大成功だ。誰に出しても喜んでもらえそうだな。これ大好きって知ってたんですか？ありがとうございます。おー私好みの料理を用意するとは分かっていますわね、あなた。お腹が減ったらまた来てください。みっちり鍛えて差し上げます。Thank you.
立ち止まってはいられないもの。戦い方が変わってもやることは不変です。これでもっと強くなれるかな。僕だけじゃきっと成し遂げられなかった。困ることなど前よりもうまくやれそうだ。私進化。まだ先がありそうだね。これは使いそうだ。私にはまだ力が必要だ。日々の訓練が勝負を分けますよ。これで僕の進化を発揮できそうだ。のためなら盾でも的でも何でもやりますので、さあどうぞ。落ち着いてモニカ、普通に訓練しましょう。普通に。ふっ、さあ次の戦いでの活躍が楽しみね。
す術を考えましょう。この力、未来に生かさねば。ジットは強くなりゃいいんだが成長できた気がするわ。日々の訓練が勝負を分けますよ。輝かしき予想よ。まだまだ改善点があるな。だいぶつかめてきたと思い。みっちり鍛えて差し上げます。これでもっと強くなれるかな。気恥ずかしいですね。こんな才能が眠っていたなんて。この力で俺は壁を越えてやる。僕の力はこんなものではない。また一歩、私は前に進みます。この力、生かすも殺すも自分次第。これで強くなれたらいいな。一緒に鍛えて
お互いでかくなれたな。興味深いね。私にはまだ力が必要だ。一緒に頑張るって大変だな。役に立たせなきゃ意味がねえ。ほう、この力は。これは使いそうだな。日々の訓練が勝負を分けますよ。これでしっくりくるな。勝つためなら、おで、やってみるぞ。困ることなどありません。手応えありだわ。よし、いい感じだね。だいぶつかめてきたと思います。みっちり訓練を怠らず勝利をつかみましょう。いいかしら。お、エーデルガルト、いたか。少し話せるか。ええ、構わないわ。どうしたの。
アンバルでセイロス騎士団を撃退した後、ヒューベルトにいろいろ言われただろう。それで俺も考えてたんだよ。どうしたら信頼を得られるかってな。私もヒューベルトもあの一件以来あなたを疑ったことはないわ。あなたの働きにはいつも感謝しているの。だから無用な心配だと思うのだけれど。だが闇にうごめくものがまたいつ現れるかわからない。そんな状況で漫然と過ごしてるのは何か違うと思ってな。それなら何を考えたというのかしら。ああ、とにかくお前を守ることが一番なんじゃないかと思った。教団も闇にうごめく者も皆エーデルガルトを狙ってる。それはお前がいる限り戦争は一直線に終結に向かい、そして帝国が勝つからだ。お前を守り続ければヒューベルトは何も文句を言えないだろうし、その結果戦争が終わっちまえばもう俺を信頼するしかないだろ。それはそうかもしれないけれど、私を守り続けるということはずっと私の一番そばに居続けるということよ。信頼を得ないといられない場所に信頼を得るためにいるというのは本末転倒では。そいつは分かってる。だがやらなきゃならないと思ったんだよ。最悪盾代わりでも構わない。エーデルガルト頼む。いいわ、好きにしてちょうだい。ヒューベルトには私の方から適当に言っておくから。そもそも闇にうごめく者は他の誰かになりすませる力を持っているの。誰を近くに置いたって裏切られる危険はそう変わらないわ。ありがたい、ダメ元で頼んでみてよかったよ。でもなんでそんなに信頼を得たいの？自分の命を懸けてまで。お前、俺の人生を散々変えといてそういうこと言うか？身寄りもない大した実績もないただの傭兵を一軍の長に抜擢して、破格の待遇と多くの頼もしい仲間と他にもいろいろなものを俺はもらってる。それはあなたに才覚があったからで。今までの帝国じゃ才覚があったってそんなこと許されなかったんだろ。お前が変えた世界のおかげで確かに救われた男がここに一人いるんだ。どの戦場に向かうんだ？いよいよマテウス男爵領です。ここを落とせばファーガス西部王国のおよそ3分の1が帝国に従うことになりますね。マテウス家は内乱に加担したとかで子爵から男爵へと降爵された家。前当主のおいであった今のマテウス男爵は王家への忠誠厚い人物ではありません。彼を下すこと自体はたやすいですが。王国はここに王の盾と称された全フラルダリウス公を送り込んできたわ。彼が睨みを聞かせている限り王国軍の結束を揺らがせることはできない。ロドリグさんでしたっけ？フェリックス君のお父様よね。今更
戦いを避けたいとは思えないけれど、どこに行っても知り合いの顔がちらつくわ。それと報告では敵軍の中にはまたジェラルト傭兵団がいるとのこと。何度も私たちの前に立ちはだかる強敵ですからね。灰色の悪魔だな。そうそう、結局君はどうするつもりなんだい。あいつに好き勝手に暴れられるわけにはいかない。今度こそ俺が倒してみせる。それが無理でも足止めくらいは。そんなに卑下しなくていい。君は以前敗れた時よりもずっと強くなっている。君がそれを望むなら僕もそれを力の限り助けるよ。必ず勝とう。私、奇襲担当できます。ベルナデッタ、踊り上手、うまいです。力を合わせる。必ず目的達成できます。ミルが踊りですと？断っても。いえ、踊りうまい事実述べるのみです。頼み違います。申し訳ないです。ああ、そうですか。私にも活躍の場を残しておいてくれよ。君たちは揃って優秀だからな。フェルディナント殿もですよ。俺たちは皆さんからいつも勇気をもらっているんです。そうね、優秀な将に囲まれていて私は幸運だわ。あなたたちがいれば帝国は未来を目指してどこまでも突き進んでいける。我ら帝国に勝利あれですね。ここはラルバ、どうしたんだ。もう開戦だぞ。眠ってる暇なんて。すまない、どうしても話しておきたくて。以前警告を伝えた時のことを覚えているかい。その焦燥のような嫌な感覚がまた僕の身を襲ってきたんだ。あの時は灰色の悪魔が戦場に現れて確かに危ない目にあった。今回も敵にはあいつがいるんだよな。一体何が。わからない。ただ一つだけ言えるのは、前に予感があった時よりも嫌に強い焦燥だった。灰色の悪魔によってもっと危険なことが引き起こされてしまうんじゃと。何が起こるかわからないが、俺が防ぐしかないな。気をつけてくれよ。無理に戦うことは禁物だ。君が撃たれることにでもなれば僕らの運命は途切れてしまうのだから。
族としての振る舞いを見せてやろう。さあ行きましょう、次の舞台へ。私ですか？行こう。マテウスだ。私にお任せください。指示し、失礼します。これならどうですか？任せてちょうだい、私の出番みたいね。作戦行動に移る、私に命令。予定通り行くわよ、予定通り行くわよ。私の力。さあ僕援護に回ろう。できるできない。晩酌を矢面に立たせる夫人ですか。敵本陣にはジェラルト傭兵団がいるのよ。どう攻めるか悩ましいけれど、敵とはロデリグだけは必ず打ち取りたいのに。浅瀬へと通じる橋を準備しています。まずは西側、平原側より攻めましょう。帝国軍が来たぞ。死にたくない、死にたくないんだ。なんとも惨めな男ですね。領主としての誇りもなさそう。みんな守りを固める。俺に任せとけ。やだ、絶対に敵を通してはならん。先に周囲の砦を全て落とせば敵を降伏させられるかもしれませんな。近づく連中を殺すのだ。厄介な矢だが、敵も必死と見え。攻めているぞ、ついてこい。一気に攻め落としましょう。やはり戦うしかないのか。必ず攻め落とす。負けるか。全力で攻め落とすわよ。この程度か。まだ足りない。作戦行動に移る。お前歯応えのない兵だな。これも波動。お任せの力。もうダメだ。こんな戦いで死んでたまるか。成長できたみたいですね。少し休んだ。何だ、私がこんなに。降伏させられる道もあったかと思いますが、
まあ良いでしょう。迅速対応します。敵の士気下げる狙うです。私にお任せください。任せてちょうだい。私が援護すれば。失礼します。お役に立てる。予定通り行くわよ。動くわよ。ついてきて。俺に任せとけ。よし、片付けに行くか。私にお任せください。進軍します。敵の前陣はおおよそ片付いたわね。さすがは陛下の直属軍だ。みんな強いな。俺ももっと武功を上げないと。東側はまだ時間がかかりそうね。北西に進みなさい。男爵には荷が重かったが仕方あるまい。我らで敵軍を迎え撃つ。心してかかれよ。この辺りに魔導公兵を伏せておきました。派手な雷撃で敵に攻撃できるか。予定通り私が援護に回るわ。私にお任せください。指示。任せなさい。いや、すでに敵に発見され。俺に任せとけ。援護に回るか。いいようですが、可能ならば救援を。彼らを救出すれば大規模な魔法で戦場を撹乱できるでしょう。魔法による援護の遺憾で戦局は大きく変わります。なるべく成功させたいですね。救出感謝いたします。しかも少し休んだろ。予定通り行くわよ。私のやっとやっとだ。全力で攻め落とすわよ。行くぞ。私にお任せください。進軍。
順調みたいですね。こういう時に落とし穴があったりするんですけど。リンくん、また水を差してる。でも気を引き締めなきゃいけませんね。見ていなさい。全員救いましたか。派手な魔法で戦場を彩ってやりましょう。俺に任せとけ。さあ俺に任せとけ。よっ、今よ、雷をほとばしらせ戦場に衝撃を与えなさい。今の凄まじい雷鳴は一体助太刀致すぞ。どうだ、任せなさい。じゃあ任せなさい。敵の別動隊が背後から。放置はできないわね。排除しましょう。やりましょう。必ず攻め落とす。この一帯もあと少しで制圧できるな。予定通り行くわよ。動く。アロイス殿も来てくれたことです。傭兵殿、北西の応援を頼めますかな。承知しました。勝たせてやるって言っちまったしな。できることはやらせてもらうぜ。あの男は話の通じる相手のはずです。捕らえて説得しましょう。まだだぜ。いたいけな美少年に武器なんて突きつけて一体どうするつもりだ。なあ、俺の出番か。助かりました。その強さ憧れてしまいます。噂は聞いているわ。予定通り行くわよ。動く。有利、互いのために協力できないかしら。勝敗の見えない賭けに命までかけて部下ごと落ちんじまうよりはマシか。まずい、ここで敵を食い止めない。予定通り動くわよ。蘇生の道を切り開きました。これで東側からも攻められます。待って、
予定通り行くわよ。動くと敵本陣を両方から攻めるのよ。さすがに二方面から攻めかかられては厳しいか。ロドリグが危険か。戻った方が良さそうだね。ロドリグ様、応援に参りましたぞ。よく来てくれた。ハーガスの兵の盛況さを見せてやろうではないか。ここは一兵たりとも倒産。貴殿に恨みはないが、近づく者は打ち払うのみだ。応援を連れてまいりました。さあ皆、援護に向かうぞ。慌てるな。寄せ集めの兵に過ぎな。落ち着いて砦を落とすのだ。まだまだ、この程度では引かんぞ。貴様から学ぶことになろうとは。ここは引くべきか。みんな、あとは頼んだぞ。誰であろうと、ここは通せないわ。灰色の悪魔、倒さなければいけないようね。俺はお前を倒さなきゃいけないんだ。いざ、尋常に勝負。予定通り行く。全力で応えるよ。これほどの戦いは初めてだね。全力で攻め落とすわよ。死力をつく。まだ戦え。前と同じ。飛行。逃げた。見ていなさい。急に動きが何だったのかしら。私の前に立つということは、どうやら覚悟はできているようだな。少し休んだろ。
フェリクス、すまん。どうか陛下を、ファーガスを。敵を共闘しなさい。敵の遊撃兵を片付けてる間にこの邪魔が後始末をしなきゃならぬ。俺の出番か。俺一矢くらいは無人島だが、ロドリゴも浮かばれねえだろう。展開中の部隊が合流してこないのはまさかあの人のせい。ガナロンとは報酬が釣り合ったね。この程度じゃ満足しきれない。俺の目指すところはもっと上だ。君の並ならぬ強さに敬意と感服の念を示そう。こういう時にマジが甘いな。怪人ジェラルトに俺が勝った。兄さん、俺のことはいいから逃げろ早く。でもフレーチェ
僕も私の。おい、兄さん、ごめんなさい。兄さん、私のせいで兄さんが死んじゃった。私のせいで。お前のせいじゃないだろう。でも私がいなかったらきっと逃げられた。私を守るために兄さんはあの悪魔に。それを言ったら俺のせいになるんじゃないか。戦場であいつはあと一歩まで追い詰めたのに逃がしちまった。その後もジェラルトに苦戦してお前らのところに戻るのが遅れた。もっと早く戻ってきてればあんなことには。あなたは私を助けてくれました。私を。そうじゃない。お前を助けたのはランドルフだ。ランドルフが身を挺してお前を守ったから俺が間に合ったんだ。でもそれは。フレーチェ、今は何を言ってもダメかもしれない。だから俺は自分の剣で示すさ。灰色の悪魔を討ち取ってな。必ずできるよ。さっきの君はあと一歩のところまで迫れたんだ。でも予感が当たってしまったことは本当に残念だよ。ジェラルトが。すまなかった。私があっさりやられてしまったばっかりに。団長、仕方ない。傭兵家業には死はつきものだ。仕方ないことがあろうか。わしの力を拒まねば助けられたわ。だがあの団長が未だ信じられん。いかにした我が器よ。わしに体をよこさば復讐などたやすいぞ。お主の父を殺した小アッパを煉獄へと送ってくれようではないか。アロイス、傭兵団をしばらく任せていいかな。団を離れて一人でやりたいことがあるの。いや、だが。自分にしかできないことなんだ。頼むよ。わかった。だが死ぬような真似だけはやめてくれ。状態もいいかもって思っちゃうわ。もっと強くなりたいんです。
ダメだな。これで。いただきはまだ春。まだまだこの程度じゃ満足できないな。こんな才能が眠っ。全フラルダリウス公は撃った。これでマテウス領のみならず王国西部は一斉に帝国になびくことだろう。だがこれまで以上にこちらの被害も多い戦いであったな。ええ、ランドルフ将軍を含め死傷した将兵の数はこれまででも最大でしょう。ですがこれまで何度も我々の邪魔をしてきたジェラルト傭兵団、その団長を撃てたのは幸いでした。これで傭兵団も弱体化すると嬉しいのですがね。団長を撃った帝国に復讐するぞって逆に団結する可能性もあるんじゃないですか。そうなったら厄介ですよ。まだ灰色の悪魔もいますし。あの人なんか気になるんだよね。紋章を持ってる気がするし。そうなのか。まああの強さだし納得だけどよ。それって貴族の出ってこと。さすがにそんな風には見えませんでしたよ。そんな風に見えない代表格が君の隣にいると思うけど、まあいいや。途中髪の色変わる、ありました。ブリギットの伝承思い出します。精霊に認められ精霊の加護を受ける人、強い力得られます。メルは復讐は反対です。仕返しされるのは嫌ですよ。でも覚悟の上じゃなかったのかしら、ベルナデッタ。戦場に身を置いて誰からも恨まれないなんてことは無理な話よ。残された彼らの選択は彼ら自身のもの。私たちは私たちでできることをやりましょう。期待はしていませんが、あまりに不敬を働くと復讐される前に命がなくなりますよ。あれ、そういえばフレーチェにはああ言ったが、果たしてこれで良かったんだろうか。良かったと僕は思うよ。君はできることをやったじゃないか。灰色の悪魔は逃がしてしまったけれど、傭兵団の団長は討ち取れた。君が成長していることは疑うべくもない。次の機会があれば確実に勝てるけど、多くの仲間が、ランドルフも必要な犠牲だと割り切るしかないよ。それに彼はそんなに大切な人だったかい？
確かにそこまで仲が良かったわけでもないが、それでも仲間は仲間だ。俺がもっとうまくやれば失わずに済んだ。それなら彼の死に報いるためにも僕もこの力を尽くして君を助けるよ。だから気を落とさないでくれ。君が悲しそうだと僕もなんだか、なんだか胸が騒ぐというのかな。君の悲しむ顔は見たくないんだ。他の誰が何を言おうと僕だけは君の味方であり続けよう。僕と君は運命共同体なのだから。さて、覚悟は良いな。正直わからない。ジェラルトはきっと喜ばないだろう。復讐を望まないだろう。そうじゃ、よう分かっておるではないか。復讐なぞ人のためにやるものではない。己が心を満たすために、己が欲を叶えるためにやるのじゃ。その覚悟はできておろ？わしの力で無理強いしても構わぬのだぞ。お主の覚悟を問うてもらえるだけわしに感謝するのじゃな。そうだね、自分も覚悟を決めよう。手段を選ばず戦うことを。器の分際で良き覚悟じゃ。なればわしが示してやろう、時のよすがをたどりて見出した答えをなあ。